さあ続いては週末に楽しめるイベント情報をご紹介していきます。こちらは KSB のホームページに掲載しているイベント情報の今週のアクセスランキングです。フリーマーケットが2つ入っていますね。そうですね、さあそんな中岡山で2位になったのはこちらです。あさって備前市の片上小学校のグラウンドで行われるエンターテインメントショーチャーリーのファンタスティックショーです。ジャグリングやマジックにバルーンアート、シャボン玉、パフォーマンスなどを織り交ぜた盛りだくさんのエンターテインメントショーで家族みんなで楽しめます。雨天の場合はプログラムを一部変更して岡山県青少年教育センター静谷学校で開催するということです。雨でも楽しめるのは嬉しいですね。そうですね、見どころもいっぱいありそうです、そして香川の1位はこちらです。高松市の道の駅源平の里群れがお酒を通じて被災地を応援する企画能登を応援しましゅの販売です。お酒は西の金漁の地酒恋愛です。地元の酒米大瀬戸を使った純米吟醸酒で爽やかな果実の香りと滑らかな旨味が特徴です。先月23日に販売を開始したところ翌日には売り切れたそうなんですが再入荷しました。240本限定で売上の 20% は日本赤十字社を通じて義援金に充てるということです。こういう形で被災地を支援するのもいいですよね。そうですね、この他のイベント情報もパーク KSB アプリから見ることができます。ぜひチェックしてみてください。